これから音を聞いてください音がよく聞こえないときは手を挙げてください天気がいいから散歩しましょう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  問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがない時は手を挙げてください。問題がよく見えない時も手を挙げてください。いつでもいいです。問題一。問題一では まず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番 1> 日本語の授業で先生が学生に話しています。 学生は今日の授業で何をしますかこの授業では学期末にまとめとしてレポートを書いてもらいますが、先週はそのテーマを私たちの町に決めましたね。次回の授業ではこの町に長く住んでいる商店街の方から昔と今どう変わったかなどいろいろ話を聞いて、その内容についてクラスで話し合います。 そのために今回の授業は町の歴史などを各自図書館に行って詳しく調べてみましょう。しっかりやりましょう。学生は今日の授業で何をしますか <番>会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこれからまず何をしなければなりませんか山下さん、前回の会社説明会の参加者アンケートなんだけど、結果をまとめる作業は終わった明日の会議で報告するんで、今日中に見ときたいんだけど。え、今日中ですかすみません。 次回の説明会の申し込みの対応と参加者への事前資料の発送の準備で忙しくて。そう。うーん。対応の方は私がやるから、資料の発送の方はまだ時間があるから今日じゃなくても大丈夫でしょう。とりあえず結果の方に集中してくれるかな。あ、そうだ。参加者へのお礼のメールはもう送ったあ、それはもう。そう。じゃあ、よろしくね。はい。 男の人はこれからまず何をしなければなりませんか ?3 番会社で女の人と課長が商品のポスターについて話しています。女の人は ポスターをどう直しますか課長、今度発売するパソコンの宣伝用ポスターを作成したので、一度見ていただけますかはい。商品名の文字の色があんまり目立たないようだけど。そうですか。ああ、全体のバランスを見ると統一感があるんだね。今回の商品は今までで最も薄型っていうのがアピールポイントだから、 それをもっと前面に出した方がいいね。厚さの具体的な数字は大きく目立つように書いてあるけど、これだけでは厚さが分かりにくいね。そうですか。今までのものと図で比較するとか、そういう感じの方がいいんじゃないかな。はい、そうします。前のモデルからの性能の変更点は分かりやすくまとめてあるし、他に付け加えるものはないね。あ、ありがとうございます。それじゃあ、その一点だけ直してみてよ。 わかりました。女の人はポスターをどう直しますか？4番。大学で。 女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこれからまず何をしますか先輩、卒論の発表お疲れ様でした。私も卒論に向けてそろそろ準備をと考えてるんですけど、どうしたらいいかわからなくて。そう。加藤さん、今度3年生になるもんね。テーマとかは決まってるのはい。先輩と同じように環境問題に興味があるので。 環境を守る活動について書けたらって思ってはいるんですが。環境を守る活動といっても色々あるよね。例えば文学作品やアートを通じて環境問題を訴えたりすることもあるしね。文献とかはもういくつか読んでるのまだ授業でテキストを一冊読んだくらいで。そう。じゃあまず活動についてまとめた文献を見てみて。それで興味を感じるのがあったら、 関連するイベントとかに参加してみて。はい。イベントとかに参加したら、具体的な問題点も見えてくると思うよ。そしたら、それに関係のある研究をしている友達も紹介できるかもしれない。そうですか。その時はまた相談させてください。うん。何があるか知ることからだね。わかりました。ありがとうございます。 女の学生はこれからまず何をしますか五番大学で職員が話しています。ボランティアの参加者はこの後まず何をしますか 学生へ食品を配るボランティア活動へのご参加、ありがとうございます。こちらの教室で準備をし配ります。これまでは食品をまとめて袋に詰めたものを学生に渡しておりましたが、一人当たりの数を決めて、学生に自由に選んで持ち帰ってもらう方法に変更となりました。えー、食品が入った段ボールをそれぞれの机の下に置いておきました。 取りやすいように箱の中身を机の上に置いてください。配る際ですが、袋を持たずに来てしまった学生には袋の用意がないこと食品の数を取り過ぎてしまった学生がいた場合は数に限りがあることをお伝えいただけますでしょうか。それではよろしくお願いいたします。 ボランティアの参加者は、この後まず、何をしますか問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、 問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番大学で男の留学生と 女の留学生が話しています。女の留学生は男の留学生に新しくどんなアドバイスをしましたか ジョアンさん、この間、就職の面接試験の相談に乗ってもらったじゃないなのに面接うまくいかなかったんだ。え、どうしたの最初は良かったんだけど、途中面接官の表情が気になりだしたら、緊張して口が動かなくなっちゃって。何か他に対策法あったら教えてほしいんだけど、ジョアンさん、もう就職試験いくつか受かってるから。心理学の本で読んだんだけど、 表情を意識的に変えると、それに合わせて気分も変わるんだって。だから、無理してでも笑顔で話してみたらどうかな。そうなんだ。表情に釣られて気持ちも明るくなって緊張も解けるかもよ。面接官も笑顔の学生に怖い顔はできないだろうし。あ、話したいことのメモは作ってから面接に行ったうん。メモを作るっていうアドバイス、役に立ったよ。それと、 はじめにきちんと挨拶するっていうのはちゃんとできたんだけど。そう。あ、事前に日本人の友達との練習はこれまで通りやってね。その上でってことだよ。うん、それはわかってる。ありがとう。女の留学生は男の留学生に新しくどんなアドバイスをしましたか 2番。ラジオでアナウンサーが歌手の女の人にインタビューしています。女の人はどのようにしてプロの歌手になったと言っていますか ゆうかさんは小さい頃からプロの歌手になりたかったんですかはい。小さい頃から歌手になるのが夢でした。それで、まずは有名な先生がいらっしゃる音楽の専門学校に入って、それからプロを目指そうと考えていました。でも、親に大学は出た方がいいと言われて、それで大学に通いながら駅前で歌っていました。 音楽関係の人に声をかけられないかなと期待していろんな音楽事務所に自分の歌を録音したものを送ったりもしてたんですその頃出た音楽のコンテストで優勝したことから今の事務所に所属して歌を仕事にすることができました女の人はどのようにしてプロの歌手になったと言っていますか 3番。会社で課長と男の人が話しています。課長は男の人の何が良くなかったと言っていますか 木下さん、オフィスグリーンの岡田様から電話があったんだけど、椅子の納品、時間ギリギリだったんだってあ、課長、すみません。私が数を間違って工場に依頼してしまいました。それで、同じ商品を扱っている京都支店に連絡して、なんとか間に合わせました。そうだったの。まあ、ミスは誰にでもあるけど、私、聞いてなかったから、岡田様と話が合わなくて。 上司に一言も報告がなかったのはどうかな本当にすみません。なんとかしなくちゃって焦ってしまって。そう。京都市店の小林部長には話通ってるのはい、ご相談しました。お礼の電話もしました。京都市店から借りていた分は来週出来上がるので工場から送ってもらうようにしています。そう。じゃあ大丈夫そうね。次からは気をつけてね。はい、すみませんでした。 課長は男の人の何が良くなかったと言っていますか ?4 番テレビで医者が話しています夏の暑い時の食事で大切なことは何だと言っていますか 毎日こう暑い日が続くと食欲も衰えてしまいますね。お腹が空いたら食べようでは体が食事を受け付けるリズムがつかめないので決まった時間に朝昼晩毎日食べること。私はこのことが暑い夏を健康に過ごすためには大切なことだと思います。暑い時は手軽で冷たいものや喉の通りがいいものを好んで食べがちですが そのようなものばかり食べていると胃腸の働きが弱まってしまいますよ夏の暑い時の食事で大切なことは何だと言っていますか 5番。電話で駅の係の人と女の人が話しています。女の人は落とし物を受け取るためにどうしますか はい。桜駅落とし物センターです。すみません。昨日大学から帰る時に定期券を森川駅で落としてしまったみたいなんですけど、落とし物センターのあるそちらの桜駅に連絡してほしいって言われまして、問い合わせ番号は1904です。わかりました。昨日17日の金曜日ですね。お調べしますので少々お待ちください。 はい。確かにこちらに届いております。定期券は貴重品ですので、こちらでは一時的にお預かりするだけで、明日には警察署に落とし物として届けることになってるんですが、本日お越しになれますかえ、今日はちょっと、うちから遠いんですよね。あの、ちなみに宅配便で送ってもらうことも可能だと伺ったのですが、 最寄り駅は西山駅ですが、宅配便の手続きできますかはい、可能です。料金は1000円程度。お日にちは2日ほどかかりますが。そうですか。2日もかかるのは困るので、なんとか今日中にそちらに伺います。承知いたしました。女の人は落とし物を受け取るために、 どうしますか六番防災教室で講師が話しています講師は防災グッズに関して一番大切なことは何だと言っていますか 年々、人々の防災意識は高まっていると思います。非常食や簡易トイレなど、防災グッズにも関心を持つ方が増えているようです。それはとてもいいことですが、防災グッズを買い揃えることが防災だと考える人が多く、普段の暮らしの中で実際に防災グッズを使ってみようと考える人は意外に少ないですね。でも、 防災で一番大切なことは実はこれで、防災グッズを定期的に見直すことは皆さん頭にあるんですが、災害の際にちゃんと使うことができて初めて意味があることを忘れずにいてもらいたいです。講師は防災グッズに関して一番大切なことは何だと言っていますか ここで、ちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから、 質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番。女の人と男の人が子供向けの絵本について話しています。 子供の絵本も電子書籍がたくさん出てるけど、うちはあんまり使ってないんだよね。目に悪いかなって思って。吉田さんのうちはどううちは子供のお気に入りの本は紙と電子書籍の両方を買ってるよ。病院やレストランで待ってる時間とか、長い移動の時は電子書籍が必需品だな。何冊でも持っていけるし、紙の本だと重くなるから。あ、でも家では紙だよ。 だから全体的に見たら紙の本を見てる時間の方が長いんじゃないかな。うん、そうなんだ。男の人は何について話していますか ?1。電子書籍が目に与える影響。2。2> 電子書籍より 紙の本の方がいい理由。3。子供が好きな電子書籍の特徴。4。電子書籍と紙の本の使い分け。二番。 市民講座でボランティア団体の男の男人が話しています。私はここ、ふるさとの南島で10年前から海岸の清掃ボランティアを行っています。海岸にはいろんなゴミが落ちています。ペットボトルやビニール袋などです。私はこういうゴミは島の外から流れてきて、ここに打ち上げられているとずっと思っていたのですが、 実は島の川から海に流れてきたものがほとんどなんです道端に捨てられたものとか風で飛んでしまったものが川に落ちてそして海に多くは地元からっていうのはショックでしたし皆さんに知ってもらいたいと思います海岸のゴミについて 男の人が伝えたいことは何ですか 1, ?1 地元から出たものが多いことに <2 S 1> 量が年々増えていること3ボランティアが掃除していること4種類ごとに分ける作業が大変であること 3番シンポジウムで専門家が話していますすっかり子どもの生活の一部に定着したコンピューターゲームですが暴力的な内容のものもあり親としては心配になりますよね確かにそういったゲームへの批判は新聞やテレビなどメディアでも取り上げられますし対策を取ろうという声もありますが暴力的なシーンと子どもの攻撃性については 必ずしも関連性があるとは限らないという研究結果も見られます長時間一人でゲームばかりしているのは問題だと思いますがゲームには友達と情報交換をしたり遊び方を教え合ったりと人間関係やコミュニケーション能力を育てる面もあると考えられています専門家が伝えたいことは何ですか 1, 1. 暴力的なゲームを減らすための取り組み。2. 2ゲームには良い側面もあるということ。3. ゲームをする子供が抱える問題点。4. 子供がゲームに夢中になる理由。 4番。ラジオでコックが話しています私はレストランで働きながら出張料理サービスにも登録して働いています。個人のお客様から指名を受けて、お客様の家のキッチンでご希望に合わせた料理を作ります。店よりお客様との距離が近く、常にお客様から見られていて緊張もしますが、刺激的で楽しいです。 お客様の反応が直にわかるので、レストランだけで働いていた頃よりやりがいがあります。これからも指名をいただける料理人を目指したいです。コックは何について話していますか 1, ?1 出張サービスに登録したきっかけ2 出張サービスの料理と店の料理との違い。3。出張サービスで指名を受ける方法。4。出張サービスで働く魅力。五番。 講演会でアナウンサーの男の男人,人工知能がどんどん発達し社会に大きく影響すると思われますが先生はどのようにお考えですかお店のレジホテルの受付やスポーツの審判などはすでに人工知能を活用した機械がしているものもありますね今後 人に代わって人工知能が行う仕事はさらに増えていくでしょう。一方で人間の仕事を奪うとか人間の能力が下がるといった不安の声も聞かれますが、私は否定的に考えずに別の側面を期待しています。とおっしゃいますと例えば、将棋のプロの中には人工知能を利用したコンピューターとの対決を通し腕を鍛え活躍が著しい人もいます。 将棋だけではなく、外国語の能力を向上させるプログラムなども今後、どんどん開発されるでしょう。能力の向上を目指す人は、これらを使わない手はないと思います。専門家は、人工知能について、どう考えていますか ?1。利点を積極的に活用すべきだ。 二人間の仕事を奪う恐れがある三使いすぎると人の能力が低下する四開発のスピードをもっと早めるべきだ 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1一番。明日漢字のテストなんだけど、全部は覚えきれてないんだよね。1。全部覚えたのはすごいね。2。2> え、一つも覚えてないの 3>, ?3。多すぎて覚えるの大変だよね。 2番。2> 森さん。森さん担当の桜川の橋の建設は、計画通りに行ってないようだね。1>, 1。それは順調に進んでるってことですね。2。2> はい。雨で工事が遅れまして。3。おかげさまでありがとうございます。 3番。映画館、平日の昼にしては混んでたね。1。1> そう、いつも混んでるんだね。2>, 2。休日でもないのに人が多かったね。3。平日だったらもっと空いてたかもね。 4番昨日の休みは一日ダラダラしちゃったよ。1。1> 一日充実してたんだね。2>, 2。せっかくの休みなのに忙しかったんだね。3。たまには何もしないのもいいんじゃない 5番、このコース料理、ちょっと物足りなくない ?1、何か追加で注文する ?2、2> 満足したってこと 3>, ?3、量が多くて食べきれないね。 6番。あ、アパートのエアコンつけっぱなしで出てきちゃった。1。1> あ、消してきたんだ。2。エアコンつかなかったの 3>, ?3。え、一度帰って消してくる 7番、寒い時の旅行は温泉に限りよね。1、温泉に行かないの ?2、2> 温泉が一番だよね。3>, 3、温泉は苦手なんだね。 8番、さっきの映画、最後の音楽が全てを台無しにしてたと思わない ?1、音楽のおかげで最後まで映画が楽しめたね。2>, 2、最後があの音楽じゃちょっとね。3、3> 最後の音楽だけは良かったよね。 9番山田さん、週末の緑公園でのイベントですが、雨だった場合に備えて予備日を設定しましょうか。1天気のことは考えなくていいですか 2, ?2 あらかじめ決めておくと安心ですね。3, 3雨になってから考えればいいんですね。 10番、ここのアルバイトの募集、経験を問わずって書いてあるよ。1、1> 経験なくていいなら応募してみようかな。2>, 2、経験がないと難しいんだね。3、え、どんな経験が必要 11番。うちのチームが優勝なんてできっこないよね。1>, 1。私たちが勝つはずだって思ってる ?2。2> 優勝できるとは思わなかったよね。3。そんなこと言わないで頑張ろうよ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。問題用紙にメモを取っても構いません。1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます高校で演劇部の生徒二人と先生が話していますあの先生あさっての公演の衣装なんですが主役の山田さんの衣装が汚れちゃったんですすみませんさっき ペンキがついちゃって。ここ、胸のあたり、少しだけなんですが。茶色のペンキですか白いドレスだから目立ちますね。この衣装、主役が最後までずっと着るものですよね。はい。洗剤で落とせるでしょうか。それか、大きめの花かなんかの飾りを縫い付けて、汚れを隠したらどうかと思うんですが。ああ、そうですね。この衣装は諦めて。 去年の劇で使った青いドレスにするのはどうでしょうか劇の中で衣装の白い色について話すセリフが何箇所かありましたよね。今からセリフの変更はしない方がいいですね。じゃあ、僕の母、合唱サークルに入ってて白いドレスも持ってると思うので聞いてみましょうか。お母さんのドレス、大事なものなんじゃないもし汚しちゃったら申し訳ないよ。そうですよ。やっぱり、 ペンキが見えないように何か縫い付けるのがいいんじゃないですか洗って生地がダメになったら困りますからね。わかりました。そうします。問題を解決するためにどうすることにしましたか 1, ?1 汚れたところを洗剤で洗う二、2> 2 飾りをつけて汚れを隠す。3青いドレスに変更する。4男の生徒のお母さんのドレスを借りる。2番 まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。団体旅行で旅行会社の人の説明を聞いて、 男の人と女の人が話しています。明日は自由行動です。観光コースも4つご用意していますので、ご希望の方はご参加ください。どのコースも半日コースで1日2回、午前と午後に行われます。一番のコースは市内の自然公園のハイキングです。綺麗な湖の周りをガイドと一緒に歩きます。二番のコースは この町出身の作家の生まれた家や作品に登場する場所を自転車で巡ります。3番のコースは市内の神社や寺をバスで回り、この地域の歴史に触れるコースです。4番のコースは市内の筆作り工場に行き、実際に書道の筆を作る体験ができます。どれも面白そうだね。午前と午後を一つずつ選ぼうよ。 明日は天気が良さそうだから、外を歩いたり自転車に乗ったりするのにしないうーん。湖のコースはパンフレットに2時間近く歩くって書いてあったよ。ちょっと自信ないな。作家の家とかを回る方ならいいけど。じゃあ午前中はそれにして、午後はどうするお寺や神社にでも行く今読んでる歴史小説、主人公が書道の名人っていう設定で、 筆とかの道具の話もよく出てくるんだ。だからすごく興味があって、午後はそれがいいな。じゃあそうしよう。質問 1, 1明日の午前、二人はどのコースに参加しますか 2人はどのコースに参加しますか